札幌ドームからお伝えしてまいります。北海道日本ハムファイターズ対埼玉西武ライオンズのゲームです。解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。里崎さん、まもなく試合が始まるわけですが、序盤に大事なことって何でしょうか。まあやっぱり先制点でしょうね。どちらが先に主導権を握れるのか非常に重要になってきますよね。どちらのチームが先に点を取るんでしょうか。1回の裏、これからファイターズの攻撃が始まります。ファイターズはご覧のようなオーダーとなっています。一方、守りますライオンズはご覧のような守備陣です。ライオンズ、マウンドに上がるのは先発のニール。さあ、ファイターズ打線相手にどんなピッチングを見せてくれるんでしょうか。西川が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ、初球は何か。初球空振りです。いいストレートですよね。インローのストレート、力のあるボールです。ノーボールツーストライク。インサイド落ちました。これはセンターに抜ける。先制のランナーが出塁していきます。ノーアウトランナー一塁です。バッターは2番に入っている太田。ピットでランナーを1塁に置いています。マウンド上ニール、そしてキャッチャーは森。このバッテリーをファイターズ打線がどう攻略して、ファーストランナースタート、キャッチャー送球して盗塁成功です。見事に盗塁を決めた場面です。そうですね、いい走塁でしたね。これで先制点にぐっと近づきましたよね。やはり走力、打ちました。打球はレフトへ。ここはフライになっています。レフトが取りました。ワンアウトです。つなげたかったですね。まあでもまだ得点圏にランナーを置いてますから、ここで点を取っておくことが大事ですね。そうですよね。さあ、このチャンスでバッターボックスには3番の近藤が入っています。二塁牽制、二塁はセーフ。次が2球目、内に持ってきました。3球目は何で来るか。インローボール。次が4球目、バッター詰まりながらもライトへ。この打球はフライになっています。上がりすぎました。ライト掴んで2アウト。つなげたい場面でしたからね。まあでもチャンスは続いていますから、ここでしっかり得点しておきたいですね。そうですね。さあ、そしてこのチャンスで打席には4番の中田が入っています。まずはボールから入りました。2球目は何で来るか。外へ持っていきましたが入りません。インコース高めのストライク、打ちました。ワンバウンドヒットになりました。セカンドランナーホームイン。ファイターズ1点を先制しました。ライト前のタイムリーヒット、1対0。ファイターズ試合の主導権を握ります。期待を裏切らないバッティングを見せてくれました。ここで先制です。まあさすがという感じですよね。ここは理想的な形でタイムリーヒットが飛び出しました。打席には5番バッター渡辺。ファイターズ見事先制点を挙げています。赤星さん、先ほどは鮮やかな先制点でしたね。そうですね、ああいった形で先制できると流れも引き寄せられますからね。さあ、この勢いをこのまま続けることができるか。スライダー決まっています。あっという間に2ストライクです。打ちました。ショート取った。一塁送球します。一塁アウト、スリーアウトです。まあここで攻撃の流れを切っておきたいところなんですよね。ただここからが大事ですからね。
無失点のまま切り抜けたいですね。そうですね。さあこの場面でバッターボックスには9番の山野辺が入っています。ジャストミート、ワンバウンドヒットになりました。バックホームする、センター前ヒット。ファイターズさらにピンチが続きます。しっかりと落ち着いてアウトを取りに行ってほしいですね。さあこの場面で打席には1番の秋山が入っています。まず際どいコースをついてきました。ランナースタート、キャッチャー二塁送球する、セーフ、盗塁成功。2回の裏ファイターズの攻撃、バッターは DH 清宮。ファイターズ1点リードで迎える2回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、序盤でもう 2,3 点取っておきたいところですね。高めのボール、打球は右中間へ、ここは打ち上げています。ライトが取りました。ワンアウトです。バッターは7番に入っている平沼。まずはワンアウトを取っています。インサイド見送っています。インサイド見送っています。いいところへ決まります。追い込んでいます。ワンボールツーストライク。引っ張った、このフライはどうだ、落ちるか、ライトが取りました。ツーアウトです。バッターは8番キャッチャーでマスクをかぶっている清水。ツーアウトになっています。初球ボール、変化球タイミング合いません。インコース決まった。ワンボールツーストライクです。インコース、これは外れます。変化球を持ってきましたがわずかに外れました。フルカウントです。高いバウンド、サードゴロ、サード取った、一塁アウトでスリーアウトチェンジです。赤星さん、先に試合の主導権を握ることができました。そうですね、ここはビッグイニングを作るつもりで攻めたいところですよね。はい、一気に大きな波を作れるか注目です。初球ボール、インサイド落ちました。ファールグラウンドへのフライです。ファールグラウンドで掴んでワンアウトです。打順はトップに帰って西川、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。ニール、まずは先頭バッターを打ち取っています。変化球タイミング合いません。よく見ましたね。アウトロー際どいところ、わずかに外れました。低めの変化球は決まりません。ストライクになります。スリーボールツーストライク。引っ張った、取った、アウト、ツーアウト。2番バッター太田、先ほどの打席はレフトフライに倒れています。ツーアウトランナーありません。最初は変化球できました。ストライクです。得意のボールでストライクを取りました。インコース詰まりました。この先が掴んで3アウトです。日本ハムファイターズ4回裏の攻撃になります。バッターは近藤、先ほどの打席はライトフライに倒れています。ファイターズ1点リードで迎える4回の攻撃です。赤星さん、まずはリードを広げていきたいですね。そうですね、まだ1点差ですから、この辺りで追加点が欲しいですよね。そうです。打ちました、右中間に強い打球。この辺りはどうか、右中間を深々と破るヒットになりました。バッターランナーは2塁まで進みました。先頭バッター出ました。ファイターズノーアウトランナー2塁です。うまく打ち返しました。ツーベースヒットを放っています。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。
さあファイターズ追加点のチャンスを迎えています。まあこの辺りで中押しができると展開としては理想的ですね。初球打ち、いい当たりだ。ここはフライになっています。レフトフライ抑えてアウト。ワンアウトランナー二塁と変わっています。積極的なのは悪いことではないんですけどね。まあでも次のバッターチャンスに強いですから非常に期待がかかりますよね。このチャンスに期待がかかる渡辺が打席に入っています。まずは変化球から入りました。低めのボール打った。この打球はフライになっています。センターフライ抑えてアウト。ツーアウトランナー二塁となりました。つなげなかったですね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから期待していいと思いますね。はい、その期待のかかる外のボール打っていった。このフライはヒットになりそうだ。ワンバウンドヒットになった。ホームへ。セカンドランナーホームイン。バッターランナーは二塁まで進みました。ファイターズ追加点を挙げました。2対0になりました。さらにリードを広げます。ご覧いただきましょう。タイムリーが出て点差を広げます。そうですね、この流れに乗っていきたいですよね。追加点の入ったこの場面、ゲームは中盤戦です。ここはどんどん攻めたいですね。まあそして勝負強いバッターに回りましたからチームとしてはここで得点しておきたいですよね。その期待に応えてほしい平沼が打席に入っています。改めてお聞きしますが、バッターの平沼どういうバッティング？しっかり捉えた。掴んで3アウト。この回の攻撃。里崎さん、ここまで快調なピッチングが続いていると思うんですけれども、ご覧になってどうですか？まあボールがいいコースに来てますから、このイニングをしっかり抑えれれば。打ちました、渡辺。アウト、ワンアウトです。5回の裏、ファイターズの攻撃。バッターボックス、清水。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ファイターズリードで迎える5回の攻撃です。チェンジアップ、空振りです。ノーボールツーストライクです。インサイド落ちました。これはどうか。取りました。アウト、ワンアウト。9番バッター石井、先ほどの打席はファールフライに倒れています。まずはワンアウトを取っています。今日の先発ピッチャーはファイターズが金子千尋、そしてライオンズがニール、この2人の投げ合いとなっています。外の低めです。インハイ決まっています。ワンボールツーストライクです。ファウルになります。打ちました。ここはフライになっています。セカンドが落下点に入ります。外崎が掴んでツーアウト。打順は1番に帰ります。バッター西川、今日は盗塁を決めています。ツーアウトになっています。このカウントは甘い球だけでなく少しゾーンを広げて待っている感じでしょうね。なるほど。さあバッターは何を待っているか。打ちました。セカンドが前に来る。セカンド取った。一塁アウト、スリーアウトです。それではここまでのハイライトをご覧いただきましょう。1回の裏、先制のランナーを置いて迎えるは4番中田、右中間へのタイムリーヒット。ファイターズ先手を取ります。4回の裏、ツーアウト二塁の場面、 DH 清宮、センターへ運ぶタイムリー。ファイターズ1点を追加します。バッターボックスは9番山野辺。ファイターズこの回2点を失っています。さあ同点に追いつかれ、なおも得点圏に勝ち越しのランナーを背負った場面。ちょっと制球乱してるようですけども、開き直ってバッターに集中して抑えてほしいですね。はい、ボールをしっかりコントロールしていきたいところ。このストレートは入りません。外へのスライダー、ここは見極めています。いい当たり、
難しいバウンド、セカンドうまく取って二塁アウト、間に合うか、際どかったがアウト、ダブルプレーでスリーアウト。勝ち越しのかかる場面でしたが、最後はダブルプレーで切り抜けました。まあランナー出してますけど、こういう形で打ち取れたので良かったと思いますね。6回の裏ファイターズの攻撃、バッターボックスは2番太田。先ほどの打席は内野フライに打ち取られています。ファイターズ同点で迎える6回の攻撃です。点を取られたんでこの回すぐに取り返す。いい当たり、これは破りました、センター前、太田、ヒットが出ます。ノーアウトランナー1塁です。うまく持っていきました。非常に速い打球でした。しっかり捉えてますし、いいバッティングでしたね。バッターは3番近藤。先ほどは見事なツーベースでしたよね、ええ、ここも思い切っていってほしいですよね、ええ、期待しましょう。ヒットでランナーを1塁に置いています。送ります。ピッチャーが取る、一塁を送ります。アウト、ワンアウトです。バッターは4番中田。ランナーを進めています。さあファイターズ勝ち越しのチャンスを迎えています。まずはボールから入りました。ストレート打った、バックホームする、ライト前ヒット。これでマルチヒット、これでサードまでランナーが進みました。逆らわずにね、ナイスバッティングだったと思いますね。さあそしてバッターボックスには渡辺が入ります。さあチャンスが続きます。ここで勝ち越せればその後の展開も楽になってきますね。なるほど、そうですよね。これは低めストライク、これが3球目、決まった、高め、ワンボールツーストライクと追い込んでいます。空振り三振、タイムリーとはいきませんでした。最後は狙われていたでしょうか。空振り三振です。ランナー三塁一塁はそのままです。まあここは繋いでおきたかったんですけどね、まあただね、次が彼ですから、どう打ち崩してくれるかが。低めのボール打った、この打球は落ちるか、どうだ、掴んでスリーアウト。勝ち越しは許しませんでした。先ほどのシーンリプレイでご覧いただいております。赤星さん、こういった状況ですから、先に点を取って勝ち越した方に一気に流れが傾いてしまうということもあるんでしょうか。もちろんそうですよね。ですからここでの1点はかなり大きいと思いますね。はい、次の1点、引っ張った、ライトの前落ちる、見事起用に応えました。ノーアウトランナー1塁です。見事なバッティングでした。リプレイでご覧いただきましょう。いや本当にうまく反応しましたよね。さあここでファイターズダイソーを送ります。ファーストランナーは中島、長打でランナーが帰れば勝ち越しです。さあこの終盤で勝ち越しのランナーを置いています。しかもノーアウトです。バッターボックスには走ってきた、キャッチャーは二塁へ、ナイスセーフ、盗塁成功。バッテリーの警戒をかいくぐって見事盗塁を決めています。これで勝ち越しにぐっと近づきましたよね。やはり足があるっていうのは大きな武器になりますね。はい、全くその通りですよね。低め、これは外れた、送ってきた、しかしこれはファウル、見逃しましたが三振、タイムリーなりませんでした。ランナー二塁は変わりません。ここは打ってほしかったんですけど、まあでも次のバッターチャンスに強いですから、非常に期待がかかりますよね。はい、その期待のかかる石井が打席に入っています。最低限ランナーを進めるバッティングをしてほしい。
外の球打った、セカンド正面抑えた、一塁へ、一塁アウト。しかしこれは進塁打になりました。まあできればアウトカウント増やしたくなかったですよね。まあでもね、次は勝負強いバッターに回ってますから期待していいと思いますね。変化球打っていった、掴んで3アウト、勝ち越しは許しませんでした。さあこれが先ほどのプレーになります。ご覧いただきましょう。さあそして打席には山野辺が入っています。さあなおもピンチが続きます。これ以上離されると厳しいですから、なんとか切り抜けろ。低めのボール打った、落ちた、ヒットになる。セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、ライオンズ追加点、4対2ファイターズ。さらに二塁一塁のピンチが続きます。抑えたかったんですが、ここでタイムリーを打たれてしまいました。点差が広がります。そうですね、厳しい展開になりましたね。終盤で大きな追加点を奪われました。8回の裏に入りました。追いかけるファイターズの攻撃、バッターボックス太田。さっきはしっかり捉えた、いい当たりでしたよね。初球打ち、これはどう、源田一塁送球アウト。スーパープレーが飛び出しました。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーご覧になっていかがですか。これはいい判断でしたね。初球ボール、これが2球目、アウトコース空振りです。打ちました、サード取った、一塁へ、ツーアウトになりました。現在のピッチャーの状態、まだ100球には達していませんが、多少きつくなってきたでしょうか。打席には5番バッター中田。先ほどの打席はライトへヒットを放っています。ツーアウトランナーありません。この回のファイターズ打線ですが、早くもツーアウトになっています。ちょっと相手を楽にさせている印象がありますよね。はい、そうですよね。インサイド落ちました、これはどうだ、センターに抜けました。これで3安打猛打賞、ツーアウトランナー1塁。打順は5番渡辺。今日はまだ当たりがありません。先ほどはバッテリーにしてやられた感じでしたよね。今度はやり返さないといけない。インサイド落ちました、これはどうか、取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。バッターボックス山野辺、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。いやさっきはやられてしまいましたよね。はい、ヒットでランナーを一塁に置いています。アウトコース空振りです。ノーボールツーストライク、高めに外れます。打ちました、センターへ打球伸びる、最後はセンターフライ、掴んで3アウトです。赤星さん、非常に厳しい状況だと思うんですが、逆転できる可能性が出てくるとすればどういったプレーが必要ですか。とにかくランナーを貯めることですよね。そうですね、その展開作ることができるんでしょうか。いいプレーに阻まれてしまいました。里崎さん、今のプレーいかがですか。このプレーは大きいですよね。打ちました、セカンドが取る、アウト、ツーアウト。打席には1番バッター清水。今日はまだ当たりがありません。さっきの三振はちょっと消極的でしたよね。はい、ここは思い切っていってほしいですよね。そうですね。ツーアウトランナーありません。当然凡退するとここで試合は終わります。まあ月並みですけど、諦めたらそこで終わりですから、最後まで食らいついていってほしいですよね。はい、さあ意地を見せたい。ファールフライ掴んでアウト、これで3アウト。最後いいところなく試合終了です。残念ながら日本ハムファイターズ敗れてしまいました。
赤星さん、今日はなかなか勝機が見出せないまま敗戦となってしまいました。まあそうですね、ただこういう負け方の方が案外選手は気持ちを切り替えやすいんじゃないかなと思いますね。ああそんなもんなんですね。次の戦いに切り替えてほしいところです。勝った西武ライオンズ、大きな今日は勝利になりました。一方のファイターズですが、残念ながら敗れてしまいました。ご覧のように今日のゲームはファイターズ敗れてしまいました。今日の解説は里崎智也さん、赤星憲広さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで札幌ドームから失礼いたします。